オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です。こんばんは。階段出社の西浦です。今日の授業は、え前回お話しいたしました極の墓について私なりの考察を話していきたいと思います。前回の授業をまだご覧でない方は、ぜひ前回の授業をご覧いただければと思います。それでは早速授業を始めてまいりましょう。 前回ですね、お話をさせていただきますと、極の墓なんですけども、近くに処刑場があったっていう、まあ、記録があるんですね。処刑場って結局、処刑された方のご遺体をどこに、まあ、遺棄するか、要は当時はね、まあ、ご遺体っていうのをどこに処分するかというと、大概ね、こう、のずみで捨ててしまうとか、川に流してしまうとか、そういうような処理の方法が多かったんですね。で 実質的に都内にもね、えー、大きなね、形状の跡がいくつかありますけども、大体いい川のそばだったりっていう形で、水のたまるところであれば、えー、まあ血も流れますし、まあ、腐敗しても、えー、いいというような形でなっているところが多かったりするわけですね。なので、極の墓自体も川のそばにあったというのは、多分ね、近くであった処刑施設でのご遺体、それをまあ遺棄した場所ないかというふうに僕は思うわけですね。 都内にも似たような場所があって、具体的にはちょっと場所はね、なかなか言えない部分はあるんですけども、例えば、板橋形状なんかですと、近藤勇がね、処刑されました。で、この近藤勇のお墓というのが、えー、JR の板橋の駅前にね、あります。で、実は板橋の東口のね、ところというのは低くなってるんですね。で、池袋というのはね、都内にありますけど、実はそこら辺は昔は池袋と言われたんですね。で、池袋というのは、水が溜まるという意味なんです。 で、近くには滝の川というのがあって、えー、池袋につながっていくと、池袋の方に、そのね、滝があるんですね。で、そこに向かっていく川なんで、滝の川というのが手前にあって、で、板橋で水が溜まる。で、その板橋の水の溜まるところに、まあ、近藤勇のご遺体が放置されていた。っていうのが、まあ、歴史的にもあったりするので、えー、まあ、そういったね、処刑場と、そういったご遺体を遺棄する場所っていうのは、大体セットでね、あったりするわけですね。 で、大体、記録上では、処刑場というのは記録に残ってるんですけども、ご遺体を遺棄する場所って意外と、まあ、記載には残ってなかったりっていうのがあるので、おそらくね、そのうちの一つじゃないかというふうにね、私は思っています。ごくの墓にね、じゃあなんでね、関わるとね、命を落とすかというと、おそらくね、やはり、この、まあ、土地のね、因縁というか、そういうところをね、えー、掘っていく、まあ、いわゆる調べていくってことによって、 そのな亡くなった方たちのこう思いがね、掘り出されてくるっていうような形で、一緒にね、道連れにされるんじゃないかと思うんですね。え月夜野さん自体も、これを調べ始めてから、お子さんがね、ブドウを見る、ブドウを見る。ね、お父さん、ブドウだよ。外、ブドウが飛んでるよ。まさかね、生首のね、塊が飛んでいくとは思いませんから、ブドウって何だろうと思うわけですけども、そういうふうなことを言うわけです。で、実際この話、ブドウがいるっていう話なんですけども、実は、イタコ28号さんにも、同じくね、 えー、月尾きさんが電話をして相談していたというのが、通夜の席で分かりました。いたこさんもすごくね、そのお子さんがね、武道を見るって、ちょっと心配なんやねって話をしてたんですね。まあ、いたこさんなんかはね、この話、まあ、掘る気はないっていうので、もう調べる気はないって言うんですけども、ただ、僕にね、もし何かあったときには、その話はわしがもらうでって話をね、されてるぐらいで、関係者やからもらっていやだって話で、ね、言われたんですけども、でもこれ以上ね、掘る必要はないっていうふうに思ってるっていうことなんですよね。えー、ので、まあ、たたりなのか、 え、土地の因縁なのかわからないんですけども、多分ね、おそらくそういったね、掘ることによって出てくるその呪いとか、そういったね、因縁っていうのが原因なんじゃないかというふうに思うわけです。実際ね、そのそばに今はね、たくさんの方が住んでますし、そこでね、たくさんの人が亡くなってるっていうようなこともないので、なので、調べなければいいっていうもんじゃないかなというふうに思うんですね。ただですね、あのー、まあこれだけね、 まあ危ない場所だっていうので、えー、お話をさせていただいているんですけどもすごく興味があるって方がね絶えなかったりするわけです実際にね某ね大御所の漫画家のね先生からも連絡をいただきましてでそのまあ大御所の漫画家の先生からも一言目が「極の墓どこや?」っていう話をね聞かれましたえー、すごいなと思ったっていうのはあるんですけどもさすがにねちょっと言えなかったのはあるんですねでどうしてねこれ知りたいのかってやっぱりちょっと話としてはね知りたいってイコール避けたいっていうのもあると思うんですね 要は、まあ、地雷原のようなものだと思ってください。そこのね、意味地自体が。そこを、まあ、知らずに踏んでるとは問題はないとは言われていながらも、やっぱり踏みたくないわけですよね。なので、まあ、知りたい、イコールそこには行きたくないっていう、まあ、感覚。それともう一つは、亡くなってしまった M さんと M さんのお友達のように、えー、やっぱり興味本位で知りたいっていうので行ってしまう方がいると思うんですよ。よ 実際にね、その、呪いみたいな、その発動の条件として考えられるのは、まあ、M さんのように、興味本位でそこに行ってみたいとか、あとは月夜野さんのように、えー、誰かにそれを調べたものを発表したいということで、それ自体を暴く、いや墓を暴くような感じですよね。それを暴くということをすると、まあ、中からね、えー、何かが蘇ってくる。まあ、その亡くなった方なのか、土地の因縁なのか、 周りにいた方々の思いなのかわからないんですけど、そういうものがまあ、作動するのではないかというふうに私は思っています。この呪い自体がね。じゃあいつになったらなくなるのかと言われるとなかなかね。難しいものだと思うんですが、あの池袋にはサンシャイ60というのがあります。でえ、サンシャ60はやっぱりね。心霊スポットで結構ね言われています。というのは、以前はそこはねえ、巣プリズンというね。東京裁判が行われた場所であり。 で、そこでね、何人かね、えー、まあ処刑されたという記録が残っています。実際にね、えー、処刑場になった場所は、今はサンシャイン60の建物、ビルの横のところに公園として残ってて、えー、そこには建物は建っていません。そういう場所があってね、サンシャイン60が建った直後は、サンシャイン60の中での目撃団や、サンシャイン60自体での中での目撃団が山のようにね、あって、すごくね、こう、階段がね、好きな人間からすると、 情報を知入れるにはすごくね、こと書か,かない場所ではありました。でも、今ね、そういった階段に通じるようなお話っていうのは実はめっきり減ってるんですね。というのはどういうことかというと、今はね、その公園、以前はその、うっそうとしていて、人もなかなか行かないような、まああんなに都心部にあるのに誰も行かないような公園だったんです。大体いいホームレスの方が夜行くとね、いるぐらいで、誰もいない。ところが、今はね、そこは週末のね、休みになると、 結構ね、コスプレをした女の子が集まってきて、そこでね、コスプレの撮影会やってるんですね。で、まあ、結構ね、周り自体がオタクの街ではないですけども、いろんなね、コスチュームを着た女の子たちが集まってきたり、それをね、写真撮ろうと来た若い子たちが集まってくるようになってからは、めっきりね、心霊の話がなくなったんですよね。ということを考えると、まあ、なんていうんですかね、生きてる人間の、その、まあ、活気のある、 エネルギーとい,うんですかというのが満ちてくると自然とそういったこう恨みを残して亡くなってた方悔しさを残して亡くなってた方の思いがなくなっていっていずれ効いていくんじゃないかな逆にそこが「いみちだいみちだ」って言い続けることによってそこに人が集まらないことによってどんどん念がこもっていって大きくなっていくんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。 えー、極の墓について、えー、僕自身がねちょっと触りがあるかどうかっていうよく聞かれるんですけど今ちょっとね体調を壊していろいろとね入院したりでもしてるんですけどこれはね単純に不摂生でして、はい、あの日頃からのね不摂生の賜物だと思ってるんで呪いだとか叩たいてはないと思ってますまあ周りの方はね叩いたとか呪いだとかっておっしゃってくだ、えーまあ、さるっていうのか何つかねはいありますけども多分ね僕自身そこのね極の墓自体場所はね地図を見てるんでわかるんですけども え、そこには行っていないのと、まあ、それ以上掘ろうとしていない部分があるので、かろうじてね、その触りからは避けられているのかなって思うんですね。ちなみに、極の墓の、その見つかったよって地図なんですけども、一つね、大きな発見がありました。極の墓、極の墓って言ったんですけども、その同じ極の墓の地図なんですけども、明治の後期に書かれたその地図には、監獄の墓って書いてありました。つまり、監獄のね、略が極の墓になっていたんじゃないかっていうふうな説なんですね。まあ、実際にね、 先に書かれたのには果たしてね後から監獄にしたのか、えー、何にしたのか書いたのかっていうのは分からないんですけどもそこの地図には監獄の墓って入っていたのでこれ以上に、ね、調べる気はないんで、まあ、これまでという形なんですけども、えー、そんなようなね地図を発見しましたので、えー、見つけられたね、えー、Y さんね早くご連絡をいただければなというふうに思います月夜野さんの住まれていた家のそばっていうのは小学校があるんですね そこの小学校って実は月夜野さんが子供の頃から、小学校の頃から心霊の話が結構多かったらしいんですよ。学校の敷地の中、もしくは郊外で何か幽霊みたいなのを見たというのは多いんですね。しかも不思議なことに、それ全部部品なんですね。要は人間が出てくるんではなくて手だけの幽霊、足だけの幽霊、そういうようなね、体の部品だけが現れる幽霊が出てくる。これ子供の頃の月夜野さんが その学校で体験した話なんですけども、校庭でね、えー、夕方になってずっと遊んでいた。で、ふっと気づくと、あたりは真っ暗になってる。あ、もうこんな時間まで遊んでたんだ。帰んなきゃいけないなと思って、校庭を見ると、グラウンドのずっと向こう側に校舎が見える。あ、校舎も真っ暗だし、もう誰もいないんだなと思った時に、一階の廊下の隅に、金髪の女の子が窓際のところにいるのが見えた。あ、あの廊下のところにいる金髪の子。 当時はね、金髪なんて珍しいですから、金髪の子がいると思ったんですね。校舎の中に。ああ、不思議な子がいるなと思った瞬間、その子がスーッと走り出した。ところが、上下運動をせずに首だけはスーッと動くんですね。見たら首だけが飛んでるんですよ。それがスーッと一階の端から端までずっと進んだと思ったら、校舎の端でフッと消えた。うわっと思った時にはもうどうにもなんなくて怖くて逃げた。ある日なんかは、 雪が降って校庭で遊んでいたら、誰もいない真っ白な雪の上に足跡だけがついていくのが見えて、びっくりして帰ったっことがあったんですよねって言うんですよ。実際僕も、まあ月夜野さんのね、家に行った時に、当時そのね、えー、後輩を送っていくっていうので月夜野さんの家の方まで行った時、そこの校舎の、学校の校舎のすぐそばで、まあ足し話をしてたんですね。するとその女の子が、その真っ暗になった校舎の窓を見ながら、あ,あ 花がある。綺麗だね。って言うんですよ。ところ季節はね、9月なんですね。木に花がなんか咲いてる時期じゃないんですね。でも、あ,あ、そうかと思って見上げると、木にたくさんの花がさーっと入ってる。あ,あ、綺麗だな、あの花。花はね、風に揺れて、こう、そよそよ揺らいでるんですね。あ,あ、綺麗だな、と見てたら、違う。彼女も違うって言うんですね。よく見たら、それ、 その木の枯れ枝になった木の後ろにある、その赤い鳥の学校の窓、階段のところにある窓のところに無数に走っている白い手の群装が花に見えたんですね。で、二人して慌てて逃げたってことがあるんですね。なので、そこにはね、結構いろいろとこういう曰くのある場所があるんですね。実際、清野さんがね、えー、子供の頃に体験したお話、いくつかお話しましたけども、他にもいろいろとありまして、えー、音楽室に行った時に、 同級生の男の子がテストを変えて飛び出してきたんそうです。で、どうしたのって聞くと、ピアノをね、えー、弾きに行ったら、いつの間にかピアノが鳴ってたって言うんですよ。で誰かははい、先に入ってね、鳴らしてたんでしょピアノ弾いたんでしょって聞いたら、誰もいないって言うんですよ。で、びっくりして、行ってみると、確かに誰もいないんですね。でも、ピアノの音はするわけです。ピアノの前には誰も座っていない。で、二人してびっくりして、ピアノの前に行ってみると、ピアノの鍵盤の上に、 手だけが浮いていて、それがピアノを弾いてたのを見て、二人でね、大騒ぎして逃げてった。で、音楽の先生に幽霊がピアノ弾いてたっていうふうに話をしてたんだけども、取り合ってもらえなかったっていう話をしてました。他にも学校のね、階段で遊んでいたら、上から知らない人の足が見えたと。もうスラッとした足だったので、裸足の足だったので、あ、女の先生が裸足でいると思って見上げたら、足首の上は何もなかったそうです。 っていうので、いや、うちの、ね、いた学校は怖かったんだよって話をね、月夜野さん、いつも、ね、されていました。その学校のすぐ横に、実は月夜野さんのご自宅があって、僕もねよく遊びに行ったんですけども、まあ、夜行くとね、さすがにやはり、えー、街中にある学校だったんですけども、怖かったのを覚えていますね。なんであんなにね、その街中にある小学校なのに怖かったんだろうっていうふうに思った次第です。まあ、後にね 私もそこでその手首のね、幽霊を見たという経験もありますんで、まあそれもね、あるんだと思いますけども、月夜野さんのね、ご遺族に関しては、その後ね、ちょっとね、お会いすることはほとんどなかったんですけども、えー、これもね、実は不思議な話が一つありまして、月夜野さんのね、まあご葬儀で一緒だった、月夜野さんと同僚イコール、まず、あ、まあ僕のね、後輩に当たるんですけども、後輩の人間、いや、あの、Y 君がちょっといまして、で、Y 君とたまたまね、 月夜野さんが亡くなって1年後ですね、芝又の方に遊びに行ったんですよ。たまたま会社の同僚が芝又に住んでるもんですから、その同僚の元に行こうという形で、遊びに行こうという形で、芝又に行ったんですね。で、参道を歩いていたら、向こうから Y さんが歩いてくるんですよ。で、Y さんね、びっくりしてお互いにね、わーって言いながら挨拶したんですで、ちょうどね、まあ要は、亡くなってから1年目だったんで、びっくりしたねって話をしてたら、Y さん、なんで来たのって言うんですよ。 いや、ちょっとね、同僚の子がこっちに住んでるってうんで呼ばれてきたんだよって話をしたら、いや、うちも偶然なんだよって言うんです。どうしたのって聞いたら、実は、神さんが妊娠したので、神様にあのお礼を言いに行こうって話になって、神さんと今日ここに来ようって形で、わざわざ電車乗ってきたんだよって話。っていうことは、二人とも偶然でね、その日に芝渡に来ることになったんですね。そこでたまたま山王のちょうど門の前で再会して話をしたの。 これきっとね、月夜野さんが会わせてくれたんだよねっていうふうな話をして、別れてたんですね。それ以後不思議とね、Y さんと普通接点ないんですけど、住んでるところも違うので全然ないんですけども、2回ぐらい会う機会があったんですね。偶然と。だから、これはね、多分月夜野さんのね、呼んでくださった縁なのかなっていうのと、あとは、月夜野さん自身もね、えー、ちょっと不思議な話があって、亡くなられて奥さん、月夜野さんの携帯電話をね、 え、開こうと思ったんですね。ところが、ロックがかかってて、開かなかったんですね。で、僕の方にね、ロックの番号知らない。僕知らないんですけども、僕の方に、ロックの番号知らないですかって聞いたんで、まあ僕そんな、携帯電話のね、ロック番号なんか知らないですよ奥さんじゃないですか知ってなかっ,ったら、ああ私も知らない。どうしようと。要は、知り合いの方に緊急でね、連絡しなきゃいけないんだけど、連絡先がわかんないので、携帯を見たいんだという話をしたんですね。亡くなられたと。どうしましょうかねって話をした時に、5分ぐらい経った時に、奥さんから電話がかかってきて、 わかります。大丈夫でしたって言うんですよ。ああ、よかったですね。番号どうしたんですかってうん、主人が教えてくれましたって言うんですよ。えって聞いたら、いや、西浦さんからいただいた電話を切った後、どうしようかと思って、携帯を持っていたら、後ろから主人の声で、そこにあるよっていう声が来たんですよで。そこにあるよって何だろうと思って、ふって見たら、目の前のタンスの上に、主人の好きだったアイドルの会員証が置いてあったんですって。で、見たら、そこにね、会員番号が書いてある。 あ、もしかしてこれと思って、その番号を入れたら、バッチリ開いたんですよねってってし。きっとね、主人が私に教えてくれたんだと思います。っていうふうなことをね、言ってましたね。なので、まあ、月夜野さんね、亡くなったと、まあ、そういうふうにね、出てきたんじゃないかなっていうふうに、ね、思うわけです。えー、以上がね、五の墓についての私の考察でした。今日のね、授業を聞いた上で、感想やご意見がございましたら、ぜひコメントをよろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いしましょう。